テロメラーゼによる、テロメア配列付加の模式図、上皮とのテロメラーゼは、染色体末端 DNA の3側に6、塩基配列タグを付加する。下付加された配列をテンプレートとして、DNA ポリメラーゼが、相互差を合成する。末端複製問題とテロメア、左 DNA は、DNA ポリメラーゼによって複製されるが、最末端のプライマー部分は複製されない。 このため、複製のたびに DNA は短縮する。これが末端複製問題である。右生殖細胞や岩細胞ではテロメラーゼによって末端部分の複製が行われる。テロメラーゼ活性がない体細胞では分裂ごとに短縮が起こり、一定以上短くなると分裂を停止し、細胞老化が起こる。テロメラーゼは、深核生物の染色体末端の特異的。 反復配列を伸長させる酵素。テロメア伸長のテンプレートとなる RNA、構成要素と逆転者酵素活性を持つ、触媒サブユニット及びその他の制御サブユニットによって、構成されている。テロメラーゼ活性が低い細胞は、一般に、細胞分裂ごとに、テロメアの短縮が進み、やがてヘイフリック限界と呼ばれる、細胞分裂の停止が起きる。テロメラーゼは、 人では、生殖細胞、肝細胞、癌細胞などでの活性が認められ、それらの細胞が分裂を継続できる性質に関与している。このことから、活性を抑制することによる、癌治療、及び活性を高めることによる、細胞分裂寿命の延長、その両面から注目を浴びている。酵素により、テロメアが新調されることは、1973年に、 アレクセイ・オロブニコフによって最初に予測された。彼はまた細胞老化に関するテロメア仮説及びガンとテロメアの関連について示唆を行った。1985年にカリフォルニア大学のキャロル・ W ・グライダーとエリザベス・ H ・ブラックバーンはテトラ・ヒメナからこの構想を管理したことを公表した。グライダーとブラックバーンはジャック・ W ・ショスタクと共に テロメアとテロメラーゼに関する一連の研究で2009年ノーベル生理学・医学賞を受賞した。テロメラーゼはテロメア配列の異形となる RNA と逆転者酵素、その他の制御サブユニットからなる複合体である。RNA 構成要素はターク、逆転者酵素はタートと呼ばれる。この RNA の長さはテトラヒメナで159塩基調。 人で451塩基調、出荷酵母で約1300塩基調と様々である。逆転者酵素の活性部位は RNA 型トランスポゾンが高度するそれと相当性がある。過剰発現の実験からテロメラーゼ活性自体は RNA と逆転者酵素の2つの構成因子で十分であることがわかっているが、テロメラーゼは 生体内において、巨大な複合体を形成しており、正常な機能には、他の構成サブユニットも必要である。人のテロメラーゼは、タート、ターク、ジスケリンテップ1などのサブユニットによって、構成されており、それらは異なる染色体上の遺伝子座にコード、されている。タート翻訳産物は、基本訳 RNA であるタークと一緒に折りたたまれる。 タートは一本ぐさりテロメア反復配列を付加、できるように染色体の周囲を覆う、二股の構造を取る。タートとテロメアの異形を含むタークは隣接している。ヒトタークでは、異型配列領域は酸化セシカ界波マイナス5であり、これをもとに、タートは、テロメアの酸側塩基を付加する。テロメラーゼは、この塩基付加を繰り返し、染色体のテロメアの伸長を行う。 国スともどきタートのタンパク質構造の詳細な解析が2008年に行われた。このタートは4つの保存されたドメインを含むタンパク質であり、レトロウイルスの逆転写酵素、ウイルスの RNA ポリメラーゼバクテリオファージの DNA ポリメラーゼと共通の特徴を持つ感情構造をとっている。テロメアよびテロメラーゼの分子機構に関する実験には、 均一な細胞群を用いることが求められるため、主に質荷工房やテトラヒメナといった単細胞生物及び哺乳類では培養細胞を用いて研究が行われている。テロメラーゼは細胞周期の S 期にテロメアに誘導されて機能する。質荷工母の研究ではテロメラーゼは細胞内で最も短いテロメアから優先的に 新調させていくことが分かりつつあり、長すぎるテロメアには、抑制的に働く機構が見出されている。テロメラーゼの活性については、生物、組織、細胞の種類によって異なることが知られている。深刻単細胞生物は、例外なくテロメラーゼ活性を持ち、深刻多細胞生物では、生殖細胞には、テロメラーゼ活性があるが、体細胞での活性は様々である。 植物においては調べられたほとんどの体細胞でテロメラーゼ活性があり、このことが株分けなど栄養生殖でほぼ無限に増殖できる不死性を持つ一因になっていると考えられている。人では生殖細胞、肝細胞以外での活性がほとんど見られないが、同じ脊椎動物でも魚類、マウス、チンパンジーでは体細胞でのテロメラーゼ活性が観察されている。 人でのテロメラーゼ構成要素の発現を見ると、RNA 構成要素タークは体細胞でも発現しており、酵素活性は触媒サブユニットタートの発言で調節されている。人培養細胞でゲノム中のタートを強制発現をさせることは困難であるが、人為的に別のプロモーターを付加したタートを導入することにより、細胞の不死化を行うことができる。 人の癌組織の多くではテロメラーゼが大量に存在しており、癌細胞の不死化の原因の一つと考えられている。また、生殖細胞は個体を超えて世代を継続させる一種の不死性を持つが、テロメラーゼが恒常的に発現していることがその一因となっている。人の癌組織の多くではテロメラーゼの活性化が起きており、その観察される割合は、 肺がんの80%から食道んの95%に及ぶ。一方、テロメラーゼ活性の制限要因であるタートの発言が見られない腫瘍も観察されており、それらでは ALT と呼ばれるテロメアーを維持する別の機構が見出されている。人の癌細胞とテロメラーゼとの関係についての説明は以下のようなものである。 ヘイフリック限界に達した正常細胞は P53 遺伝子や RB 遺伝子などの癌抑制遺伝子の働きによって細胞分裂停止が起きる。癌抑制遺伝子に突然変異が起きた細胞は蒸気の限界を超えて分裂を続けテロメア短縮もさらに継続する。通常はこれらの異常細胞は P53 経路による細胞死化。 染色体の構造異常による細胞死を迎える。この過程の中でゲノムの不安定化が起こり、さらに様々な変異を誘発することがある。蒸気の中の一部にはタートの工場的発現を獲得する変異細胞があり、それらはテロメラーゼの活性化を通して染色体を安定化させ主要形成に至る。このようにテロメラーゼ遺伝子自体が 癌化の直接原因ではないが、癌組織の形成増殖にとって、テロメラーゼ活性化が必要である場合が多いため、テロメラーゼを標的とした抗がん剤の開発が行われている。その例として、ヒトタークを標的とする GRN163、GRN163 リットル。 テロメア短縮を誘導するビブル1532、テロメア構造の安定化に作用するテロメスタチンなどがある。遺伝的な要因による早老症として、ヘリカーゼ遺伝子を原因とする、ウェルナー症候群、ブルーム症候群 DNA 修復に関連する、キナーゼ遺伝子 ATM を原因とする、毛細血管核調整運動失調症。 ゲノム損傷修復の関連遺伝子を原因とする内密変症候群などが知られている。これら早老症患者の細胞では分裂寿命が短くなりテロメア短縮も早まる事例があるとする報告や様々な早老症がテロメア短縮と関連しているとする報告がある。これら遺伝子群の DNA 修復機能とテロメア腸の維持との正確な関連は判明しておらず、 個体老化とテロメア短縮との関連について研究が進められている。テロメラーゼを利用した療法が人の老化を回避して寿命を延長させることにも使われると考える医師もいる。しかしながら、テロメラーゼの活性化には細胞老化防止の可能性と正常細胞の眼化の一因となり、個体寿命の短縮化をもたらす可能性があることの両面が指摘されており、 アンチエイジングへの応用についての評価は定まっていない。テロメラーゼ及びその触媒サブユニットタートは、がん双老症以外の疾患との関係も調べられている。タートと関係すると考えられている疾患としては、再生不良性貧血、猫鳴き症候群がある。CDCS は5番染色体単腕の末端部分の欠損を含んでいる複雑な障害である。 タートは 5P 領域にあり、タートの欠損は CDCS の原因、または関与要因として示唆されてきた。先天性核解上症はテロメラーゼ活性と関連する骨髄の疾患である。症例の35%は X 染色体連鎖の劣性遺伝子疾患であり、5%は常染色体性の優勢遺伝子疾患、残り60%は原因不明である。 X 連鎖劣勢の場合は、ジスケリン、常染色体性優勢の場合はターク、またはタートの変異が原因となっている。DC 患者は、いろいろな他の兆候だけでなく、異常な毛状皮膚色素沈着、白板症と爪の発育異常として、現れるひどい骨髄不全を示す。 X 連鎖、または常染色体制どちらの DC 患者でも、同じ年齢の他の人よりも短いテロメアと血管の、ある、テロメラーゼ活性を示す。常染色体優勢 DC の患者家計の一つでは、世代が進むにつれ、テロメア短縮の率の増加及び発症する年齢の低下現象、すなわち各々の世代での悪化が見られる例も、存在する。ありがとうございます。